渚の妖精ギバサちゃんとは、サンキュロットインフォによって生み出された、海藻赤木をモチーフとした萌えキャラクターである。宮城県塩釜市で活動する団体、コードフォー塩釜が,が2014年5月に、浦戸諸島で実施した、島村における赤木反則プロジェクトから、東北ずんこをヒントにして、キャラクターを作ることが考案された。名称は、秋田県での赤木の呼び名、ギバサを使用し、 加熱によって色が変わる特性から気分で頭髪の色が変わるという属性が加えられた。デザインはクラウドワークスで公募した36種類の候補から選ばれている。赤木の反則目的や東日本大震災復興イベントの場合には基本的に無償使用を許可しており地元で販売されている赤木の商品にも図柄が使用されている。2016年に えキャラグランプリ2016で女神マガジン賞を受賞した。本名は赤木ギバサ。身長は152センチメートル。体重は赤木43キログラム分。宮城県塩釜市浦戸諸島生まれで、誕生日は5月25日。年齢は TPOO に合わせてランダムとなる。髪の毛は赤木でできており、 普段はピンク色だが、気合が入ると緑色に変化する。イルカのような泳ぎ方をする。悪い子には、必殺猿合奏ホールド。ABC、渚の妖精木バサちゃんの誕生日は、公式ウェブサイトガイドライン公式ウェブサイト、ビジネス特集スーパー改装赤木が、被災地復興に、NHK 仙台放送局。 https://www3.nhk.or.jp スラッシュニューススラッシュビジネス特集 2018-0221HTML2018 年12月16日閲覧。渚の妖精ギバサちゃん回想は科目を広める、塩釜出身のアイドル。仙台いートコ ABCDE 公式ウェブサイト26の秘密公式ウェブサイトプロフィールより、 ありがとうございます。